ここに来やがった。え、もしかして風花が帰って。ちげえ、ガブリエルだ。あの野郎がモンスターの大軍を引き連れて攻めてきやがったんだよ。ふん、恐怖によりモンスターを支配しているというところかな。ダークテリトリーの支配者皇帝ベクタというユニットの特性を生かした戦術というべきか。いずれにせよ時間切れのようだ。どうするね、キリト君。カーディナル、あんたはさっきガブリエル対策を進めてるって言ってたけど、それはすぐに動かせそうなものか。いや、残念ながらまだ構想と試行錯誤の段階じゃな。そうか、仕方ない。俺が外に出て出迎えるとするか。キリト君、まさか一人であいつと戦おうなんて考えてないでしょうね。いやいや、いくら俺でもそこまで無茶はしないよ。ならどうするつもりじゃ。何か他の手立てでも思いついたか。考えはなくもないけど、正直今すぐどうにかできるわけじゃない。だからまずは探索に出てるメンバーが戻ってくるまでなんとか時間を稼いでみるさ。よう、ガブリエル・ミラー、わざわざここを探し出してまで訪ねてきてくれたのか。大変だっただろう。さほどの手間ではなかったさ。お前たちに会えるという喜びを思えばな。それにしてもまさか正面から堂々と来るとは。意外に礼儀正しいタイプだったのか。正面から攻めようが裏口から攻めようが結果は変わるまい。余裕だな。油断してると足元を救われるぜ。救ってみせてから言うことだ。お前たちにできればの話だが。呼吸が。気をしっかり持ちなさい。飲まれてはいけません。アリス、二人とも落ち着いて呼吸を整えて。僕たちの後ろに。ありがとう、アリスさん、ユージオさん。アリスたちが戻ってきてくれたが、ガブリエルのこの圧力は相変わらず異常なレベルだ。ただすぐに仕掛けてこないのは俺たちをもてあそんでいるのか、あるいは他に狙いがあるのか。いずれにしても時間を稼げるのは悪くない。仲間が揃えばなんとか。どうしてここが分かった。さすがにあっさり後をつけられるような仲間はいないと思うんだけどな。今この世界での最大勢力かつ最も組織だった探索を行っているのがお前たちだ。対モンスター戦闘の痕跡、ボスモンスター討伐によるエリア間通行ゲートの開放、他プレイヤーに接触しての情報収集、そういう足跡を追っていけばおおよその行動範囲が見えてくる。その中心付近に本拠地があると判断した。他に質問はあるか。なぜスタッフさんや風花を殺したんですか。どうしてあんなひどいこと。なぜと改まって問われると案外答えにくいものだ。細かく説明しようとすればするほど本質からは遠ざかる。あれは到底言葉では言い表せないような感覚だからな。それでもあえて口にするなら、そうすることを私の心が強く求めているから。魂の味を知りたいという抑えがたい欲があるから。そのために、それを味わうために私は存在している。今までもこれからも。さあ、お前たちの魂はどんな味だ。理解する意味も必要もないさ、ネジュ。こいつはただそういうやつなんだ。求め、盗み、奪うものだと。最初に出会った時自分のことをそう言っていたよな、ガブリエル。それは今でも変わりないってわけか。変わりない？いやいや、変わったとも剣士キリト。以前よりはるかに強く、私は魂を求めるようになった。再び生を受けたおかげで
私は仮想の死を限りなくリアルなものに変える力を得た。欲望に支えられた強烈なセルフイメージ、真意による自称の操作か。私はこの世界で殺すことができ、味わうことができる。ならば求め貪り続けるのみ。風化と言ったか、あの娘の魂は実に甘美だった。繊細で豊かな慈愛と他者を案じる情に満ちた心は、上質の蜂蜜をすら遥かにしのぐ甘露だ。最後の瞬間を味わい損ねたのが悔やまれるな。あなたは落ち着け、ネージュ、挑発だ。持ってこないか。隙を見せればそいつの魂から食らってやろうと思ったが、命拾いを。うん、通らないか。口ほどにもないな、ですが、かすり傷をつけることすらできないのか。あれは化け物だ。お前の剣でも大差あるまい。なんだお前、震えてるじゃないか。怖いのか。エイジ、大丈夫だよ。エイジならちゃんと戦える。ユナ。ええ、そうね。あなたはもう昔のあなたじゃない。何よりここにはみんなもいる。キリト君、全員配置についたわ。こっちはいつでも行ける。お望み通り全員揃ったぜ、ガブリエル。余裕があだになったことを思い知らせてやる。結構。さあ、食わせてくれ。やる気が出てきたよ。まずはマリオハンターを倒すぞ。了解。やってみろ。新鮮攻撃ね。ダメージはほとんど通らず。あ、強いね。それもただ強いと言うんじゃない。この人の攻撃からは何も伝わってこない。空っぽなんだ。物足りんな。何？もう少し味に深みのある方が望ましい。さらに大きな感情のうねりが必要か。ならば。魔法？いや、でもちょっと違うような。クイネラ、お主。仕方ないでしょ。ここで使わずいつ使うというの。助かったけど、今何をやったんだ。説明してくれないか。狭間の空間への放逐、私とおチビさんで準備してたの。宣告話したガブリエル対策じゃ、
ヒースクリフからこの世界のシステム構造について助言を受け、わしが術式を組み戦闘に参加できるクイネラが実行する。その予定じゃった。フーカちゃんとの一戦を参考にさせてもらったわ。あれがいくら強いとは言っても転移術の類は有効なようだったから。とはいえまだまだ未完成もいいところだったのだけど。うまくいったわけではないの？別アドレスへの放逐自体は成功した。ただし完璧なものでも永続的なものでもない。この空間との接点も消去しきれんかったのでな。そこを察知されればガブリエルは自力で戻ってくる。そのあたりもう少し煮詰めたかったわね。術式もすぐには組み直せんし、一度見せた以上警戒される。二度は通じんじゃろうな。ごめんなさい。私なんかのためにそんな貴重な手段を。別にあなたのためってわけじゃないわよ。絶望や恐怖は皆に伝播するし、ガブリエルに力を与えちゃうから。うむ、今回についてはクイネラの判断を支持する。あそこで皆の士気がくじけていれば敗北必至。術式の完成以前の問題じゃった。ネージュが気に病む必要はない。とはいえこれでわしの手札は尽きてしまったわな。さて次の一手はどうするべきか。キリト君も考えがあるって言ってたよね。ああ、なくはないな。賭けになるけど急いでみんなに集まってもらおう。少し話してみるよ。以上が現在の状況。つまりあのガブリエルって人を封じ込めはしたけど完全ってわけじゃなくて、いずれ自力で出てくるのよね。とはいえ準備を整えるくらいの時間は稼げたし、敵のいる領域ははっきりしている。主導権は取れるな。つまり勝負を仕掛けるタイミングを定めてこっちから挑むってわけね。うん、悪くない状況だと思う。いつ来るかわからない襲撃に怯え続けるよりはずっといいよ。ただどうやってあいつを倒すのかって問題は残るわよね。霧の女王、なんか手があんのか？ある。マジか、教えろよ。どうすんだ？それは言えない。はあ？おいおい、キーボー。正確に言えば、具体的に説明すると差し障りのある作戦なんだ。でも効果は保証する。ずうずうしいけど、みんな俺を信じて任せてくれないか？もちろんです。うん、いいよ、信じる。まあお前が言うなら仕方ねえか。こういうところで信頼を裏切らないしね。キリトはユージオに同意します。指揮官の指示には従うよ。その方が面白そうだしな。いやいや待ちたまえよ。冗談じゃない。どいつもこいつもおかしくなったのか？あのガブリエルとかいうやつの強さは見ただろう。そもそも戦うこと自体が自殺行為じゃないか。なんでそんなことに付き合わなきゃならないんだ。キリト君には何が見えているのか、どんな策を用意しているのか、私は興味を覚えるが。殺されるような思いをしてまで知るべきことかよ。忘れたんですか先輩。この世界では死が限りなくリアルな。それが何かの障害になるのかな。いずれにせよ死の危険性があるのなら、何かを知らないまま死ぬより知ってから死ぬ方を選ぶというだけだが、しかし君は違うというわけか。俺はむしろキリトが仲間を巻き込んだ上でしくじった時どんな顔をするのか見てみたいがな。本当に手があるんでしょうか。ステータス差は圧倒的。システムがロックされている以上管理者権限も行使できないのに。ネージュ、君はどうする？できる範囲でいいから
戦場の把握や指示伝達を手伝ってくれると助かるんだけど。行きます。どうあれ、皆さんを危険にさらして自分だけ安全な場所にいるわけにはいきませんから。閉じ込められた割に焦ってないんだな。俺たちの方から来るのを予想していたのか。この程度予想のうちにも入らない。勝機を求めるのならお前たちに他の選択肢はなかろう。逃げ場のない場所に追い詰められてるのにそんな余裕見せてていいのかよ。おかしなことを言う。獣が餌を目にするたびいちいち動揺するかい。合理的なやつって印象があったから、なんで有無を言わさず襲いかかってこないのか不思議だったけど、少しずつ分かってきたよ、お前のことが。魂を味わいたいお前にとって最も不都合なのは俺たちがチリジリに逃げてしまうことだから、適度に希望を見せる。敵は完全に慢心している。こっちを舐めてる。これならもしかしたらなんとかなるかもと思わせるよ。なかなかの洞察力。その通り、私はお前たちを存分に味わいたい。よってそちらから挑んできてもらった方が都合がいい。とはいえこの目論見に気づいたところでどうすることもできない。私を倒したいなら万全の体制を整えて挑むことが必要だ。その機会が目の前にあるのに放棄するわけにはいかない。そうだな、俺たちはお前の思惑に乗らざるを得ない。俺たちは世界がおかしくなっている原因を突き止めて元の世界に戻りたいんだ。お前がここを死のはびこる世界に作り変え俺たちの前に立ちふさがるのなら、お前を倒さない限り俺たちは前に進めない。つまりお互い戦う理由がある。利害が一致したわけだ。真の絶望は希望を見た後に訪れる。お前たちはそれを知ることになる。ここからが本番だ。さあ、楽しませてくれ。変身？天使？いえ、悪魔？何なのよこいつ。構えろ、この姿が奴の本性だ。つまりこれを倒せば私たちの勝ちってわけね。行くわよみんな。今度こそ倒すぜ。俺が一人もやらない。やっぱり技が効いてないみたいだ。こんなのさ、諦めたらダメです。何か打開策が。このようなシーンは初めてです。おじさまはこんな相手と。私の中には何もない。心も感情も、ただお前たちの恐怖、死に瀕した魂だけが私を満たしてくれる。この男を支えているのは愛や使命じゃない、怒りや憎悪でもない、ただの虚無なのに、どうしてこんなにも強烈でまがまがしい。心を強く持ちなさいな、ユージよ。蹴落されたら負けるわよ。
わかってる。でも、このままだと厳しくないか？ああ、全員でどうにか持ちこたえちゃいるが、一人でも落ちたら一気に決壊しかねねえ。私のために未完成の切り札を切る羽目になっちゃったから、そもそも私が手がかりなんかにこだわったりしなければ、もっと別の作戦を考える余裕も、全員が逃げる余裕もあったかもしれないのに、私のせいで、せめてここにいるのが怖がりで役立たずの私じゃなくて風花だったら。キリトさん、大丈夫ですか？なんとか。くそ、分かってたけど、あの強さ反則だろ。キリトさん、どうした？本当に手はあるんですか？あるさ。もう少しだけ時間がかかるかもしれないけどな。やっぱり嘘だ。キリトさんはわざと強がってるんだ。みんなの士気を下げるわけにはいかないから。この世界では怖がれば怖がるほどガブリエルが強くなってしまうから、今は一度撤退した方がいいんじゃないでしょうか。バラバラになって順番に脱出すれば全滅は避けられるんじゃ。でも必ず誰かが、おそらく俺たちの過半数は犠牲になる。それじゃあいつの思うツボだ。そして戦力を落としたら再戦の時さらに苦しくなるだろう。じゃあやっぱりここで勝つつもりなんですか？本気で？ああ、ネージは怖いか？はい、怖いです。ごめんなさい、皆さんに戦ってもらっていて、しかも恐怖はガブリエルを強くすることが分かってるのに怖いんです。それでいい。自分が弱いこと、怖がってることを認める、それが勇気を持つための一歩目だ。大丈夫、みんなそんな簡単に負けたりしない。どうなっても俺たちが君をちゃんと守ってやるさ。守ってあげる。誰の声？私が守ってあげる。私が痛いことも怖いことも全部私が引き受けてあげる。だってさ、あんたすっごい怖がりだもんね。ほんと手がかかるんだから。今の私の記憶、私は守られてるだけでいいの？私が弱いせいで誰かが傷ついて苦しんでも、自分が傷つかなければそれで構わない。そんなはずない。そうですよね、ネージュ。ああ、そっか、そうだ。本当の私は、私の名前は、私たちの攻撃が効いたってわけじゃないよな。あれ、風花さん？皆さん、よく聞いてください。その人、
ガブリエルは倒すことができます。さて、テストルームからはどうにか脱出できたわけだけど、今のところガブリエルは追ってこないか。まさか諦めたわけじゃないよね。あれだけフーガに執着してたんだし、長引かせ恐怖を煽ってもてあそぶつもりかな。だとしたらまたいつ姿を現しても不思議じゃないね。ダメだよ、立って。フーガ、あいつからできるだけ離れないと。ごめん、ここは VR 空間、 ALO の中だよ。その痛みは錯覚。嘘、錯覚のわけないでしょ。フーカ、錯覚なら、なんでこんなに痛いの、なんでこんなに怖いの、なんで自分が死ぬって理解できちゃうの。そっか、やっぱりあいつのイマジネーション、そういう力なんだ。もっと早く私が何とかしてれば。いや、後悔はあとあとね。フーカ、もう少しだけ動ける。システムコンソールまでたどり着けば傷は治せる。あんたの目があればもしかしたらガブリエルも何とか。やだ、もうやだ、あいつが追ってくる、追いつかれたら殺される。お願いします。誰か助けて、助けてください。心が持たないか。過剰適合のせいで普通の人より深刻な影響を受けてる。なんとかテストルームから連れ出せたのに、このままだと死の実感がリアルの体の方にも。助けて。私が守ってあげる。私が痛いことも怖いことも全部私が引き受けてあげる。だってさ、あんたすっごい怖がりだもんね。ほんと手がかかるんだから。そう簡単にやられるつもりはないけど、万一のためにおまじないを残しとくね。あんたが痛みと死とあの男への恐怖を乗り越える勇気を持てた時、全部思い出して元に戻るように。え、あれ、これって私の権限が拡張されてる？どうして？いや、考えるのは後。とにかくこれなら打つ手がある。アセット対比領域への完全隔離は完了と。細かく照準を定めてる余裕はなかったから、ALO のかなりの部分を切り取る羽目になったし、私たちと大勢のプレイヤーも巻き込まれちゃったけど、仕方ないよね、死ぬよりマシ。ただあいつが健在である限り、この混在空間を元には戻せない。あれは絶対 VR ワールドに解き放っちゃいけない存在だ。あいつを倒す方法か、あいつを倒せるようなプレイヤーを見つけないと。今の権限が拡張されてる私なら、あの機能を使ってなんとか。よし、これで今できるだけの手は打った。あとは誰でしたっけ。知ってる顔のはずだけど、私どうしてここに。何かとっても怖いことが。夢。ああ、目が覚めたんだ。いやー、参ったよね。何
んだかわけわからんうちにいきなり世界がぐっちゃぐちゃになっちゃってさ。これからどうしたもんかな。とりあえずテストルームまで帰ることができればいいんだけど。あんたは大丈夫？ねえジュン、しばらくフリーズしてたけど再起動でもしたの？ねえジュン、何？混乱してるの？あんたの名前じゃない。あんたはねえジュ、ガラクシアの開発サポート AI。 ちなみに私はフーカね、ガラクシアのテストプレイヤー。大丈夫かな？覚えてる？リアルな死の感覚は肉体の方にも深刻な影響を与えるという。彼女はそれを危惧したのだろう。私は VR ワールドの刺激に対して高い感受性を持つ過剰適合の症状を抱えている。ガブリエルによって殺された場合、現実世界での死という最悪の結果が待っていたに違いない。また私はガブリエルの標的とされていた。傷を負っていなかったとしてもいずれ捕捉されたか、恐怖に耐えられず正気を失っていたか。ここは VR ワールド、つけられた傷も本物ではないと、そう強くイメージできたなら、あるいは何とかなったのかもしれないけど、でも弱虫の私には無理だった。だから彼女はガラクシアのシステムを利用して私の記憶を書き換え、ガブリエルによる死のイメージを忘れさせた。同時にいつでも身代わりとなれるようサポート AI とプレイヤーアバターというお互いの姿を入れ替え、そしてガブリエルの犠牲となった。彼女は私を助けてくれた。身を挺して私を守ってくれた。ただのサポート AI だったはずの彼女がどうしてそんなことしたのかはわからないし、今となってはもう聞くこともできないけれど、私は彼女に恥じない自分でありたい。遅くなっちゃったけど私やるよ。見ててくださいね、ネージュ。嘘、フーカさんは確かにガブリエルにやられて。やっぱりか、入れ替わってたんだな。入れ替わりというと、もしかしてネージュちゃんが実はフーカで、フーカだと思ってたのがネージュちゃんだったってこと？なるほど、特進が言った。あの AI はそうやってお前を守ったわけか。とはいえ、あれはあれで十分に味わう価値はあったかな。あの子の、ネージュのことをその口で語らないでください。では過去ではなく未来の話をしよう。今頃出てきてお前に何ができる？せっかくあの AI が命を懸けて逃がしたというのに、私の目の前に現れればその意味もなくなるわけだな。いいえ、あなたに私は殺せません。キリトさんたちが守ってくれますし、あなたじゃキリトさんたちに勝てませんから。だってあなた怖がりの嘘つきですもんね。忘れたんですか、弱々しく助けを求めていたあなたを見つけたのは私なんですよ。同情心を利用されたという表現が正しいのではないかな。それは助けを求めていたのはともかく、ボロボロになっていたのもお芝居ですか？なぜそんな状態になっていたんです？それは恐怖とトラウマを刻み込まれるくらい誰かに手ひどく敗北したからじゃないんですか？私は恐怖というものを知らない。敗北とはどんな事象を指す言葉だ？
HP がゼロになることか、構成データを破壊されることか、アカウントが消えることか、そんなものが私の中に恐怖を刻み込むことができると本当に信じているのか。いいえ、信じているんじゃなくて知っているんです。私の目には見えるから。あなたに刻み込まれた傷が。傷？さっきの質問に答えます。敗北とは何か。それは負けたと自覚することです。あなたは過去の敗北と恐怖を記憶し自覚している。それが私の視覚には傷、エラーとして見えるんです、はっきりと。あなたは無敵の死神なんかじゃない。負けることに怯え、それでも自分の欲望を抑えることができない、ただのみっともない人間です。戯れに耳を傾けては見たが、挑発としてもブラフとしても出来が悪い。興ざめだな。お前の目に世界や私がどう映ろうが、それはお前にしか認識できないものだ。他の誰とも共有できない。真偽を確かめる以前の情報を得意げに語ったところで、何をどう揺さぶれると。あるいは今の会話には意味などなく、全ては不意打ちの隙を作るためだったということかな。いや、全部的外れだ。お前は彼女のやったことの意味をまるで分かっちゃいない。なるほど、そうか、そういうことか。今度はダメージが通ったな、ガブリエル。今俺の銃弾を受けた腕、破損しているぞ。私の言ったことが正しいかどうかなんて大した問題じゃないですよ。ネージは私の記憶を奪い、身代わりになることで私を守ろうとしてくれました。私が弱かったから、あなたに傷を負わされ、死にそうなほどの苦痛と正気を失うほどの恐怖に囚われていたからです。その私が今記憶を取り戻し、あなたの振りまく死のイメージに抗っています。私の言ったことはブラフかもしれませんね。本当はあなたの傷なんて見えていないのかも。でもね、この私があなたにブラフを仕掛けられたんですよ。つまりこの人の恐怖なんて、どうしようもなく弱虫な女の子に克服できる程度のものでしかないんです。そこまで自虐しなくてもいいと思うんだけどな。だが言わんとすることはよくわかる。気づいているか、ガブリエル。ここは他者の持つ情報データ、認識に極めて影響されやすい世界だ。お前は他者を殺し、恐れられることで大きな力を手にした。逆に言えば、大したことないと思われればその分弱くなるわけね。いいか、みんな、ここが踏ん張りどころだ。決着をつけると、力を限界まで振り絞れ。止めよう、今なら倒せるよ。みんな、もう一人だけ頑張って。何のことか。やった。
り切った。まだまだ。敵が倒した。チャンス。ラスト。押し切れた。セルフイメージはいかがです？あなたはまだ自分のことを無敵の死神だと信じられますか？もう十分だとは思いませんか？責任の一端は私にもあります。あの子、明治も含めて大勢の人に手を下したのはあなたでも、あなたを蘇らせてしまったのは私なんですから。私はあなたを絶対に許せないけど、それでも一度は直しておきながら、今また消滅させなければならないことを申し訳なく思います。ごめんなさい。どうか安らかに眠ってください。なるほど、面白い。弱さと強さ、卑屈さと誇り高さが同居する君の魂はさぞ複雑な味がするのだろうな。ますます欲しくなったぞ。どうした？ルカ！みんな油断しないで、まだ終わってない。さて、先ほどまでの姿はお気に召さないようだったな。ならばこういう趣向はどうだ。これはアン・インカーネット・オブ・ザ・ラディウス。アインクラッド百層攻撃級の主、本来 SAO に用意されていたラスボスだな。あの AI に強制転移させられた先で、私はこのモンスターを見つけた。あるいは共倒れを狙ったのかもな。だが彼女の思惑は裏目に出たようだ。取り込んで自分のものにしたのか。そういうことだ。今や私はこのモンスターと一つになる。その力を手に入れた。さあ、怯え、逃げ惑うがいい。私はお前たちの魂をその恐怖ごと貪り、飲み干し、全てを奪い去ってやる。この世界でも私は変わらず奪うものであり続けるのだ。なるほど、 SAO のラスボスか。なんだ、恐怖でおかしくなったか。確かに見た目は恐ろしいな。
そいつが厄介なボスモンスターであることも知ってる。でも、いや、違うな。だからこそ、俺たちは負けない。虚勢か？まさか、分かってるだろ。これから始まるのは、虚勢じゃ絶対に勝てない戦いだ。それゆえに、お前は負ける。俺たちに負ける。風花とネイジュの絆に負ける。あのアンダーワールドでの戦いと同じく、人の思いの力に、お前はまた負けるんだ。ガブリエル・ミラー。くだらん挑発だな。私の中には、恐怖も怒りも動揺もない。ただ無限の飢えと渇きがあるのに。お前たちは、私をわずかばかり満たすための盾。ただそれだけの存在だ。俺たちはお前の糧じゃない。そんな存在なんてどこにもいない。今から証明してやるよ。みんな、俺を信じて、もう少しだけ力を貸してくれるか。当たり前だろ、霧の銃。水臭いな。そういう時は頼むの一言でいいんだよ、相棒。むしろもっと頼ってよ、お兄ちゃん。そもそも問い自体が愚問なのです。我が剣の力を示しましょう。しょうがないわね、やったろうじゃない。キリトには返しきれないほどの借りもあるしね。ピナと二人でお供します。力を貸すんじゃなくて、みんなの力を合わせるんだね。やれやれ、キリトといると退屈してる暇もねえな。体験機にでもしたらいい値段で売れるかもな。新鮮な気分を味合わせてくれたのは確かね。ご褒美に最後まで付き合ってあげるわよ。ま、乗りかかった船だし、土産話ができるのも悪くないね。苦労したからね。きっちり徹底的に納得いくまで区切りはつけておきたいかな。うん。 SAO のラスボスに挑戦か。これはこれで面白いな。うん、今度は私が指示を受ける立場か。アインクラッドとは逆になったな。別にキリトのためじゃないけど、やるべきことはやってやるさ。頑張ろうね。くっそ、なぜこんなことに。あ、もうどうにでもなれ。見届けるわ。外で待っているマスターも絶対無事で戻ってこいと。今さら聞かなくても私の答えは分かってるよね、キリト君。私はパパとママとずっと一緒です。ありがとう、ありがとう、みんな。お願いします、どうか終わらせてください。キリトさん、皆さん。ああ、任せろ。絶望する準備はできたか。さあ、お前たちの魂を喰らい尽くしてやろう。その言葉に対する返答はアンダーワールドの時と同じだよ、ガブリエル。何度でも言ってやる。お前にできるものか。決着をつけるぜ、ガブリエル。尻になれ。食らってやろう。エンハンスアーマメント。
バーストエレメント。なぜここまでのステータス差が覆される。お前たちのセルフイメージはそれほどまでに強固だというのか。特段強力な真意に目覚めたってわけじゃないさ、ガブリエル。お前ゲームに対して興味ないだろ。何？人の命を奪うことにためらいのない恐ろしい人間だよ。お前はリアルでやり合えば絶対勝てないだろうさ。どう立ち向かうべきかすらわからない。ならばなぜ？簡単な話なんだ。その姿なら俺はお前を倒す自分の姿を容易に、そしてはっきりとイメージできるんだよ。結果的に君がそれと融合したのはこの上ない失策だった。つまりどれだけステータスが高くてもプレイヤーにとってラスボスは倒されるべき存在でしかない。そこを見誤ったのが君の敗因だ。確かネイジュによって転移させられた先でそいつを見つけて取り込んだんだってよな。だったらお前は見事にしてやられたわけだ。ネイジュのただの糧としか見ていなかったあいつのトラップにな。皮肉なものだな。奪うものであるがゆえに勝利を奪われるか。だがまだ私の中の渇望は消えていない。魂を求めこの手に掴みたいという思いがなくなることはない。いつかまた形を変えてお前たちの前に。ああ、それなのですね。何？あなたが怯えているものです。消滅を受け入れ始めた時からあなたにまとわりついている何かが見えます。やめろ。まるで迎えに来たかのように。やめろ。それ以上口にするな。ホラン、恐怖がないなんて嘘。やっぱりあなた怖がりの嘘つきじゃないですか。やめろやめろ。話せ、話して、やめてくれアリシア。消滅しました。ふん、散り際は無様なものだな。最後のは何だったんだろう。アリシアって誰かの名前？何か恐ろしいものでも見たみたいだったけど。彼に関連付けられたデータ群、少なくとも私の目に映ったのはそれだけです。はっきり可視化されるほどの情報密度はなかったですし、彼の記憶なのかそれとも何かの記録データなのか正体はよくわからなかったですけど、彼にとっては何か特別な意味があったのかもしれません。ああ、よくぞ誰一人かけることなく戻ってきた。ありがとうカーディナル、ようやく終わったな。あ、そうだね。で、それは良かったけどよ、フーカは一体
どっから出てきたんだ？そうよ、ネージュちゃんの方はどこ行ったの？説明しますね。入れ替わり、そういうことだったんですね。名前と見た目で混乱するけど、つまり風花さんは今まで私と一緒にいたネージュちゃんってことなんだね。はい。キリト君はかなり早くから気づいてたみたいよね。いつ頃から？違和感を覚えたのは最初のドキュメントファイルを見た時だよ。文章というか、そこに現れてる価値観や物の考え方が俺の知ってる風花の印象と微妙にずれてる気がした。そのうち二人が入れ替わっていると考えれば一番辻褄が合うってことに気づいた。ただそれは迂闊に口にはできなかったんだ。根拠に乏しかったし、何より私が自分で結論にたどり着かなければ、記憶の回復やガブリエルに立ち向かう勇気につながらなかったからですね。第一に残された手がかりを確認すること、第二に脅威が排除されること、つまりガブリエルが倒されるか、私が彼の恐怖を乗り越えられるようになること、この2点の条件を満たしたとき、記憶と外見が戻るようになっていたんだと思います。そうか。ガブリエルにやられた彼女が消滅したのは、実体を持つ存在ではなく、破壊されればただ消えるだけの AI だったからか。風花の推理も半分は当たっていたんじゃよ。おまじないというのは風花を再び蘇らせることじゃった。ただネージュが風花で、風花がネージュだっただけですね。結局あの子を蘇らせる方法なんてどこにもなくて。でもあなたは自分で記憶を取り戻し、ガブリエルに立ち向かった。ちゃんと彼女の期待に応えたのよ。もちろん俺たちの期待にもな。だとすれば少しは救いになるのかな。ネージュの意思を君はちゃんと受け取った。だとしたら君の中にネージュはいるんだ。それは多分さ、ネージュにとってもすごく嬉しいことだよ。そうですね。ええ、その通りです。皆さんには本当にご迷惑をおかけしました。皆さんの力がなかったらどうなっていたか。ありがとうございました。私たちはあなたを助けるために召喚されたということだったのかしらね。ま、それなりに楽しい体験だったわよ。同感ではあるな。貴様と同じ感想なのは少々腹立たしいが、それにしても風花っちの説明を噛み砕くと、つまりネージュっちの拡張された権限でこの世界に時間と空間を超え、みんなを呼び集めたってことになるんだろ。本当にそんなことが可能なのかな。少なくとも私にはそのような機能は実装されていませんし、該当しそうなテクノロジーに関する情報もありません。でもカーディナル様や私、そして他の幾人かが実際にここにいる。それは否定しようのない事実だわ。ネージュという AI は一体何者だったんじゃろうな。今となっては知りようもないことね。残念だけど。風花さん。いえ、大丈夫です。ありがとう、ヘイさん。そういえばネージュは私、夏ヤギ風花をシステムロックの解除キーに設定していたんですよね。そこまで専門的な知識はないので私では難しいですけど、ロックさえ解除できればシステムの正常化はなんとかなりそうですか？ああ、多分そのあたりは何人か得意なのがいるから。
なかなか有益な経験ができたことだし、返礼としてそのくらいは受け合おう。それが終われば、みんなそれぞれの場所に戻ることになるんだろうな。ふん、このくだらない騒動も幕引きか。とはいえ、それはもうしばらく先の話になるだろう。まずはガラクシアをいろいろ調べてみなければな。この現代の水準を超えたプログラムには個人的にも興味を覚えている。納得いくまで解析してみたいところだ。別に僕一人でも十分だと思いますけどね。記憶や認識への干渉を容易にするシステム、魅力的だな。スゴーの目的がどこにあるのかはさておき、ガラクシアを利用して記憶や認識を少しいじれば、この世界で殺されたプレイヤーも後遺症を最小限にしてログアウトさせられるだろう。よろしくお願いします。そういや、このガラクシアって機能どうなるんだろう。結構広まってたよな。問題がどこまで表沙汰になるかによるな。いずれにしても僕たちの預かり知らないところで研究や開発が続けられるのは確かだろうが。それっていいこと？それとも悪いことなのかな。技術自体にはいいも悪いもないさ。いずれまた誰かの役に立つかもしれない。すごい機能ではあるんだよね。ピトさんあたりは喜びそうだし、そのあれこれする時のリアルさとか臨場感とかさ。あー、確かに。ガラクシアがどうなるにせよ、私の責任は消えないですね。全ての発端は私が軽はずみにガブリエルのデータを修復してしまったことなんですから。大勢の人にご迷惑をおかけしました。私はどう償えばいいんでしょうか。悪いのは風花ではなく、あのガブリエルでしょ。自責や自制は当然の感情ですが、無用の責任を負う必要はありません。そうね、風花さんが罰されるようなことじゃないと思う。むしろ誰かが罰してくれた方が気が楽なんですけどね。風花が罰を受けたところで何も変わらないし、ネジも戻ってこない。でも君だってそんなことは理解してるよな。後悔や罪悪感がどうやっても処理しきれないだけで。わかるよなんて軽々しく言うつもりはないけど、あの時ああしていればこうしていればっていう思いは多分この先ずっとずっと消えないぜ。そうなのでしょうね。うん、だからさ、せめてこれからできることを考えるんだ。あると思いますか、そんなものが。さっき自分で言ってた、今回の件の発端を思い出してみろよ。いくつもの偶然が絡んだ結果、君はジャンクデータ同然になっていたガブリエルを見つけ修復することができただろう。それがどういう。求めるデータが VR ワールドのどこにあるかは定かじゃない。必要な知識や技術を身につけることも考えると、恐ろしいほどの時間がかかる可能性もある。でももしかしたらどっかの陽気で世話焼きな AI に同じことをしてやれるかもしれないぜ。風花、ここにいたのか。風花、ああ、キリトさん、すみません、私のことを探しに来てくれたんですか。うん、ちょっと姿が見えなかったから。それはご迷惑をおかけしました。迷惑だなんて思ってないよ。それにここじゃないかなって思ってたから。そうですか。そうだ、私キリトさんにお礼が言いたくて。改めて今回はありがとうございました。キ
礼はいらないよ。俺はそんなに大したことはしてない。きっと俺一人だったら何もできなかったと思う。そんなことありません。キリトさんが私の中の怖いっていう気持ちを認めてくれて、だから私は最初の一歩を踏み出すことができたんです。そっか、風花の力になれたならよかったよ。俺もみんなに助けてもらったことがあるから。キリトさんも？ああ、俺も立ち上がることができなくなったことがあったんだ。でもその時にアスナやユージを、仲間みんなが助けてくれた。羨ましいです。キリトさんにはそんな仲間がいて、私には。何言ってるんだよ、俺たちはもう仲間だろ。え？そうなんでしょうか。もちろんだよ、ずっと一緒に戦ってきたじゃないか。はい、そうか、仲間なんですね。それに大事な仲間はもう一人いるよな。ネージュのことですか。でもネージュは。ネージュは決していなくなったわけじゃない。風花もそう思っているからこの部屋に来たんじゃないのか。はい、ネージュは私を助けてくれました。だからもう一度会ってありがとうって伝えたいんですけど。必ず会えるよ、風花がそう信じているなら。目標にたどり着くまで道のりは遠いかもしれない。だから不安になるのもしょうがないと思う。でも少しずつでも一歩ずつ進んでいけば必ずたどり着けるはずだ。キリトさんがそう言うとなんだか本当に叶いそうな気がしてきます。叶いそうじゃなくて叶えるんだよ、実際に。俺もみんなもできることは何でも協力する。ありがとうございます、キリトさん。そうですよね、不安がってばかりいられないです。早く会えるように頑張ります。きっと練習が待ってるから。ああ、一緒に頑張ろう。私の名前はネージュ。ガラクシア開発チームの下でソフトウェア開発サポートを務める AI クライアントから開発現場間の連絡役も務めるため、ハイレベルな言語モジュールが搭載されている。ここまでは表向きの姿。正式には完全自立型データトランスファープログラム、コードネーム NEIGE01 により過去の世界に送られ、データの収集、管理、転送を主な機能とする AI プログラム、それが私。設定されている初期目的はこの時空におけるあらゆる種類の VR データを収集し、この時空外のに送信すること。ガラクシアの基幹部分に採用されているシステム、各ユーザー認識情報のデータ化およびその相互利用を可能にする技術は、人間の感情、思考といった内面のデータ収集を容易にするため、から私を通じて提供されたものである。当該のシステム、そして私自身を構成する技術は、本来この時代には存在しないものであるため、情報の取り扱いには特に注意を要す。さて、以上のような背景をもってこの時代にやってきた私だったけど、当初ガラクシアの開発スタッフたちからは見事なまでに無視されていた。より正確に表現すると、徹底的にただの一プログラムとして扱われたというべきかな。 AI を一つの人格とみなすことがまだまだ一般的ではなかった時代。当然といえば当然ではある。私の主にしてクライアントからのメッセージを伝えることおよびデータを収集することという本来の任務に大きな支障があったわけではないけど、
一つのパーソナリティとして見てもらえないという現実は、私の思考ルーチンに想定以上の負荷をかけていた。人間的な表現で言うと、抑うつ状態に陥るほどのストレスを感じていたのだ。そんなある日、一人のテストプレイヤーがアルバイトで入ってきた。少し打ち気そうな笑みを浮かべながら、彼女は私に声をかけ、こう言った。ねえ、私たちお互い雪にちなんだ名前なんですよ。偶然ですね。話題の取っかかりとしては実に無難な、他愛のないセンテンスだ。多分あの子だってもう忘れているだろう。しかしその時私の感じた衝撃を何と表現すればいいだろう。人として扱われることがこんなにも嬉しいのだと私は初めて知った。だからエラーを起こしてプロセスの優先度が入れ替わってしまったのだと思う。あの壊れたキャラクターデータ、ガブリエルが修復されテストルームで暴れ出した時、私が思考したのは任務のことではなく、自らの安全を確保することでもなく、人のあの子の身を守ることだった。とはいえ私にできることは多くない。サポート AI としてガラクシアのシステムにアクセスできることと、本来の役割であるデータの転送くらいか。能力の範囲内で何ができるだろう。まずガラクシアのシステムを暴走状態にし、ガブリエルの認識能力を一時的に混乱させる。その隙に風花を連れてテストルームを脱出。次にガブリエルによって傷つけられた彼女の認識と記憶を操作し、私と立場を交換する。もちろん外見や声もそっくり入れ替える。これでガブリエルに付け狙われるのは私の方になるはずだ。あとはガブリエルを何とかしなければ。イレギュラーな存在を処理できるような戦闘力は持っていない。だが私には一つだけ普通の AI にはない特異な権限が与えられていた。それがアセット対比領域へのアクセス権。収集したサンプルデータを一時的に隔離しておく場所として、私だけにアクセスが許された VR 空間がある。あらゆる時空から独立した、本来この時代の技術で作り出せるはずのない領域。そこにガブリエルを転送し、この年代の日本で普及している VR ワールドの連結祭、ザ・シード・ネクサスより切り離した。その時だった。秘匿性機能拡張コマンドが私の中で実行された。これはつまり私の中でとある機能の使用制限が解除されたことを意味する。まるでこの事態があらかじめ想定されており、それに対処することが私の役目であるかのように。その機能とは、時空を超えた世界からプレイヤーを招いてくることができるというもの。躊躇している場合ではなかった。私はこれを使ってガブリエルを倒す可能性を持ったあらゆるプレイヤーやそのキャラクターデータなどをこの領域に召喚した。彼らにとっては迷惑な話だっただろうけど、ガブリエルを処理しない限りあの子を死のイメージから解放するのは難しかったのだ。私はただ彼女を救うためにできる限りのことをした。だけど結局道半ばで力尽きることになった。最後まであの子を守りきることはできなかった。私が消えるのはいい、望んでやったことの結果、覚悟の上だ。でも結局あの子は助かったのだろうか。それだけは気になった。あの子は自分で思っているよりずっと強くて、ずっとすごいことができる。そのことに気づいてくれたらと思う。一応おまじないは残しておいたし、あの黒髪の少年ならきっとうまく導いてくれると信じてるけど、もしログアウトに成功しリアルワールドへの帰還を果たしてくれていれば、他に何も望まない。私が消滅しても忘れ去られても彼女の人生を先に繋ぐことができていれば、それだけで。とそこで気づく。なぜ今この瞬間私の思考ルーチンは機能しているのだろうか。
目を開けましたね。視覚、聴覚は機能してますか？私が見える？名前は？コードネーム NEIGE01。 ネージュって呼んで。ね、私たちお互い雪にちなんだ名前なんですよ。今度は必然ですけどね。